まるで猫じゃない。だけど可愛いからまあいっか。5人の女の子たちがキュートでおしゃれな正義の味方に大変身。地球のすべての生き物のために戦うにゃん。みんな行くよ。ミュウミュウストロベリーメタモルフォーゼ。東京ミュウミュウは毎週土曜日朝8時から放送中。地球の未来にご奉仕するにゃん。もう本当に本当に何が何だかさっぱりわかんない。でも青山くんとのデートを台無しにしたのも、私の体をこんなにしちゃったのも、みんなあなたたちのせいなのね。一体どうしてくれるのよ。なかなか可愛かったぜ。本当？嘘。そんなことより早く仲間を探せ。嘘ってあなた、仲間？次回新しい仲間、正義の味方は超お嬢様にゃん。地球の未来にご奉仕するにゃん。その学校には夜な夜な若い女の幽霊が出て怪事件を起こしてるんです。どこからともなく怪しげな物音が。お化け嫌い。あなたってほんと退屈させない人ですわね。騙したのね。騙される単純なあなたが悪いんじゃなくて。あ、イチゴの後ろに。もう嫌。次回学校の怪談、お化けの正体見つけ出すにゃん。地球の未来にご奉仕するにゃん。欠席と。うわー、白金、冗談だってば。うん、じゃあこのドレスも必要ないな。かわいい。もしかして白金が私のために。ありがとう。って、ちょっと待って、こんなに優しくしてくれるなんて何か裏があるんじゃないの。次回、心のピアノ、ときめきの舞踏会にゃん。地球の未来にご奉仕するにゃん。あなたのご親戚か何か。それどういう意味。あら、誰もあなたが猿みたいだなんて言ってませんことよ。思いっきり言ってるじゃない。ちょっとイチゴ、あの子耳と尻尾が。嘘、まさか本物の猿。次回東京ミュウミュウ、プリン登場、耳と尻尾も芸のうち、地球の未来にご奉仕するにゃん。ツルツルになっても美人になれるとは限りませんわ。ミントの意地悪には負けないもん。ビール。あら、すごい顔。温泉でそれが治ったら奇跡ですわね。うわ、次回温泉へゴー。神秘の山の愛の奇跡、地球の未来にご奉仕するにゃん。ミントのお姉ちゃんとミントのお姉ちゃんのお兄ちゃん、なんだかとっても仲が悪いのだ。でもミントさんは本当はとてもお兄さんを慕っていらっしゃるみたいですよ。よーし、そうと分かれば私たちがミントのために一肌脱がなくっちゃね。脱ぐのだ。プリンさん、洋服脱ぐんじゃないんですよ。次回、愛しのお兄様、思い出は写真の中に、地球の未来にご奉仕するにゃん。今噂の真夜中にモンスターを退治する謎の美少女って私のことかしら。イチゴ、ずずしすぎますわよ。だってほら、耳と尻尾に抜群のプロポーションといえばやっぱり。あなたのはバッツのプロポーションでしょ。ちょっと、私のどこがバッツなのよ。全部。あらら。
幻の一匹狼、地球の未来にご奉仕するにゃん。大変なのだ、ミントのお姉ちゃんがポーッとしてなんか変なのだ。大好きなザクロさんにひどいこと言われてショックなんだよ。ミントのお姉ちゃんをいじめるなんて、ザクロの姉ちゃんは悪いやつなのだ。プリンがやっつけてやるのだ。プリングリングはダメ。信じていればきっと心を開いてくれる。信じる心、5人揃って東京ミュウミュウ、地球の未来にご奉仕するにゃん。ザクロさんも入って仲間が5人揃ったのはいいんだけど、私たち前後に生中継されちゃった。東京ミュウミュウなんてかっこいい名前もつけちゃって、また近づけたんだけど、かわいいとか素敵とかテレビや雑誌で騒がれて学校でも注目の的。このままアイドル路線まっしぐら、 CD とか出しちゃったり映画やドラマだって引っ張りだこ。握手会にサイン会100万人コンサートなんて夢じゃない。アジア、アメリカ、ヨーロッパ、行こう。進出よ。次回、バレちゃった季節ハグル、サクラチル。え、サクラチル？チルってどういうこと？一号、青山なんて男のどこがいいんだい？僕の方がよっぽどいい男だと思うけど、正体がバレたくらいでそんなに落ち込んじゃって。僕ならいつだって相談に乗ってあげるのにな。そうだ、僕がその男を八つ咲きにして消してあげるよ。そうすれば君はもう悩まなくて済むだろう、マイハニー。次回、すれ違う心、狙われた青山くん。いちごの未来にご奉仕するよ。